じゃあ行きましょう。むちゃくちゃいい香りしてるわ。スープ、ご飯です。まずはい、ほんでチャーシュー麺、なんと800円ですよ。むちゃくちゃ安い。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインに、たまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやす。どうも、水京都アッキーです。はい、今日はずっと気になってた、はい、中華そばの老舗名店に向かいたいと思います。僕も行くの初潜入、こちらですね。はい、駐車場3台ありますけど、今日は駐車場からスタートさせていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー。行ってきます。駐車場も3台ありますね、これ。はあ、店の裏に3台あります。あれ、五条通りやね。五条通り、ほんでそれ下がったところ、ここ駐車場あるからね。はい、行くよ。そしたら出てきたら、ここにあの京都で人気の小麦のきらめきがあるんですよね。はい、きらめきさん。今日は反対行きますけど、こちらですね、中華そばとうとうさん、いっぱいある。じゃあ初潜入行ってみますよ。はい、ということでやってきました、中華そばとうとうさんです。ずっと来たかったお店なんですけども、はい、ほんでね、いろんなサイト見てたらね、なんかね、味噌ラーメンが人気やみたいなこと書いてあったんですけども、今大将に聞いたら1番も2番もないと言われたんで、はい、普通の中華そばのチャーシュー麺でいきたいと思います。はい、ほんでね、餃子も食べたかったんですけどね、餃子は売り切れ。さらにチャーシュー麺とライスもらっていきたいと思います。楽しみですね。もう店内もね、昭和の雰囲気漂うお店で、もうふわーんとね、もう獣臭が漂ってね、もういい感じなんですよね。はい、楽しみです。食らっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。もうほんま昔ながらのね、もう屋台を感じさせる、はい、作り方ですね。ラーメンの強力な豚骨ベースの香りがします。来ましたよ。むちゃくちゃいい香りしてるわ。スープ、ご飯です。まず、はい、ほんでチャーシュー麺、なんと800円ですよ。むちゃくちゃ安い。この濁った豚骨スープ、これいいじゃないですか。もうほんま昔ながら、もう程よい獣臭が鼻を突き抜ける、ほんまそんな感じの中華そばですね。うまそうですよ。じゃあ食らっていきます。食らっていきます。ずっと起きたかったお店、初潜入です。はじめ、もうどこか懐かしい強力な獣の中国みたい。はい、豚骨スープ、汗あげがあっさりしてる、あっさりしてる。そしたらチャーシューいくよ。チャーシューも分厚くて、むちゃくちゃ味がしっかり染みてそうで、うまそうですな、これ。いくよ。さっき麺いこうか。もういつも失敗するんだけど、さっき麺いこう。もやしもある。もやしも、こたもやし、麺いきます。うわー、ツヤツヤした麺ですね。うまそう。僕も昔の屋台でしょ、屋台でしょ。
おー、入れすぎた。胡椒、辛味噌も入れて。うん、辛味噌も。辛味噌、ニンニクがむっちゃ効いてる。しかも激辛やしね。これめっちゃうまいね。この辛味噌うまいわ。辛い、ほんま激辛。うまいわ。めっちゃう。ほんでこのね、ツルツルの麺、なんていうか、なんていうやろな、もう昔ながらの麺ですね。独特の麺ですよ。うまい。チャーシューもいっぱい入ってるわ。ホロホロチャーシューが。ああうま。こんなラーメンいいな。豚骨やけどね、香りはなんかマスタニっぽい香りですね。うまい。やっぱこんなラーメンが超うまいで。この懐かしいラーメンが米に合う。うまい。全部飲み干したい気分ですね。うまいから全部飲み干したい。でもまあスープ全部飲み干すのやめてるから。辛く切られた麦も最高っす。こんな麺も、色の黒い麺も。味っすね。はい、今日も昭和の屋台ラーメン。もうすぐと全部飲み干したい気持ちでいっぱいですけど、もう長くラーメン生活を続けたいんでずっと我慢しますけど、最高に美味しいラーメンでしたね。ほんま安くてチャーシューもいっぱい入ってて、はい、ほんま昭和のラーメンです。最高でした。ごちそうさまでした。全部飲みたいけど残します。ずっと我慢して残します。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。ずっと気になってたラーメン店初潜入してきましたけど、うまい。ほんま懐かしい味。はい、まあ、あの強力なね、もうあの豚骨の獣臭がたまらん。はい、ほんでまたあのつるっとした麺がね、もう懐かしい、あの屋台ラーメンの感覚、屋台ラーメンの雰囲気を感じさせる、そんな感じの美味しいラーメンでしたね。こんなラーメンやったらほんま毎日食いたい。はい、美味しかった。これぞ昭和のラーメンですよ。ぜひ皆さん食べに来ていただきたいと思います。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してまーす。おらっしゃー。鼻水出てたらすみません。ちょっと鼻たれきそうなので、はい、美味しかったです。おらっしゃー。